月刊北島始まりました。よろしくお願いします。いや北島さん、ここでしか聞けない話、今回も聞かせてください。よろしくお願いします。前回すごかったよね。ね、いや無料版小路谷さんのあれすごいよ、あの話切り込み方もやっぱすごいじゃないですか。いやいや、それあの最後の決まったのはさ、うん、髪の毛にこれだよ。髪の毛にこれですもんね。髪の毛にこれですよ。これ地上波できないでしょ。これいける絶対に。もう北島さんしかいないですよね。これ聞かないと、ちょっとね見ないとね、本当のね、うん、世の中の裏側分かんない、うん、と私は思った。髪の毛の間にですね言っちゃう言っちゃうある、うん、まあ要するにその体内の始まりって皮膚でしょ。髪の毛の間にある体内皮膚って頭皮ですよ、うん、そこにあの針をブツッと刺したら痛いわけですよ。それでチューンってその痛さすごいんだって。うわ、ただ刺して 0.5 秒ぐらい経つか経たないかで、うん、頭の中がピーンって氷の要するにそのまあ氷漬けになったみたいに脳が冷えちゃうと。冷えるんですか？冷えるになるんじゃなくて、うん、でお前の頭冷えたのってこうやってやるとブツッピーッって冷たくなるんだ。へえ、いきなり北極。まあだけど、うん、ね、本当にそういう異常現象起きるわけですから。異常現象起きましたね。サイコパスが打ったらどうなっちゃうんだ。どうなっちゃうんでしょう。人の命奪いまくり。まあその話をね、まあ、この後たっぷり聞かせていただくことにして、早速北芝さんには事件のプロファイリングをしていただきたいと思います、はい、ということで気になる事件はこちらです、はい、横浜港バラバラ殺人事件。はい、概要を説明させていただきます。2009年6月、横浜市金沢区の岸壁で男性の頭部2つ、右足が切断された下半身、プラスチック製の結束バンドで結ばれた両手首などが見つかった事件です。前年度から始まった裁判員裁判で初めて死刑判決が言い渡され、死刑確定となった事件でもあります。この事件についてのプロファイリング、北芝さんお願いします。はい、これですね、池田というと近藤っていうのが、まあ、中心人物なんですよ。で名前をね、I とか K とかやっているメディアもあるけれども、うん、人の命を残虐な方法で奪っておいてバラバラにして何千万という金も手に入れ、おまけに社会を害する覚醒剤を外国から輸入して密売しておいて、それはねえだろって言うんですよ。 I とか K とかじゃねえだろ、池田近藤だろうっていうことなんですが、こいつらがいわゆる麻雀店主、はい、その他ですね、2人の被害者を船橋市内のホテルにおびき出して銃を奪った上に命乞いするのも構わず、電動のこぎりで首を切断して生きながら殺したと。生きたからね。もう1人を首を刺して絶命させた、手足首バラバラにして撒き散らしたという事件なんです、うん、生きたまま、うん、その首を刺す、生きたまま電動のこぎりで首を切るっていうことですか。殺される前にせめて殺してからやってくださいって言ったのにもかかわらず、ハサミで指全部切って、うん、その後首電動のこぎりで切った、うん、汚ねえなこのヤクザって言うんだろう。へえ。してね、それを死亡した近藤はいまだに海外に逃亡したまま国際指名手配で捕まっていない。しかも写真は1枚も出てない、うん、なんでですか。出るとまずいという社会状況が今あるからです。出るとまずい。で国際指名手配というのはですね、インターポール ICPO 国際刑事警察機構が行うんですが、手配になってるのになぜかメディアには、うん、写真一枚も公開されていない。どころかこの事件もですね、うん、隠蔽ではないけれどもちょろっと報道されてですね、まあ事件の表側を舐めただけで終わってしまったという、うん、これ無念だろう、死んだ人にも、うん、そしてご家族もいらっしゃるだろうという事件ですよね、うん、殺されてしまった麻雀店の店主はなぜ殺されなければいけなかったんですか。
ですか。うん、まあ利害関係が衝突した、気に食わなかった、それから犯人がですね快楽を持ってサディスティックな殺害方法を好んだ、こういう点があるんです。実況中継してたっていう説もありますね。そうですね、こう殺していくというところをこう携帯で、そう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 、あの猫ちゃんをこうお風呂場で実況中継しながら殺したっていう事件もあったじゃないですか。あれの人間版ってことですか。そうです、そうです。近藤が見てた。へえ。その指名手配されて未だに逃げ回ってるやつが見てたんです。実行犯は池田博之という男です。まだ当時31歳ぐらいですけどね。なかなかこう日本でそういう残虐性というかを持ってる人って少ないんじゃないかなって勝手に思ってしまうんですけど、やっぱ仏教の国だしね。それね、日本に対してね、うん、思いやり強すぎますよね。そうなんですよ。思いやる必要ない人間がものすごく増えてるんですよ。いわゆる社会病質者、精神が偏ってですね、人の痛みを共有できない、残虐な行為をしたところで、その痛みというか、その人のですね、辛さ、切なさを絶対に解釈できないというですね、精神を病んだ、そういった形質の人間がたくさんいるんですよ、この国は。いや、日本がおもてなしって言ってるのは、あれは上辺だけ？あれは本当におもてなしの気持ちはあるでしょうが、精神病室のない人たちのホスピタリティというですね、異文化の民、外国人に対して思いやりと、それからですね、勉強を図ったり、楽しんでもらうためのサービス提供の精神なんですよね。それとは全然かけ離れたところに、この事件のような精神の偏りの出来事があったわけです。この主犯、まあ、主犯と首謀者ですよね、今後、はい、まあ、国際指名手配という形になっているわけですが、はい、やっぱり難しいんですかね。難しいですね。国際指名手配しますよね。そうすると例えば他国に逃げ込む、アメリカに逃げ込む、アメリカで捕まえて日本に連れてくるってことができるんですよ。というのはね、犯罪人の引き渡し協定という協定があるんですよ、アメリカと日本には。でもう一つしかないんですよ、日本って。カードがもう一枚しかない。韓国と日本に引き渡し協定があるだけで、他の国とはないんですよ。じゃあ韓国以外に逃げてしまえば引き渡されない。で困っちゃってどうすんだっていう話になってですね、頭のいい人たちが九州鳩のように首を突き合わせてですね、じゃあ仮にぶったたいてもらうべっていうんで代理処罰と、そういう国際的な便宜があるんです、で日系人、日本人、いわゆる日本の民がですね高く評価された事件がありましてですね、日本の暴力団員らが、罪を犯して日本を脱出しブラジルに逃げ込んだらですね、ブラジルの警察当局のですね、若手のトップの日系人が、自ら銃を持って山の中に追い込んでいって射殺してしまったと。これ代理処罰というよりはですね、代理処刑したんですね。こういうことも実は起きているのに日本国民ご存知ない。ちなみにその代理処罰のある代理処刑は罪として処罰されるんですか。全然ないですね。ない、凶悪な人間を自国の、まあ言ってみたら刑法で裁く、これ外国では当たり前です。それで処罰の方として銃殺、あるいはですね射殺、同じことですが、それを手段として使っている国もあるわけですから、で、まあ処刑といいますがですね、例えばスターリンのソビエト時代は700万人殺したと言われている。これは粛清という名前でですね、殺人じゃないってことになってますから、代理処刑、殺人じゃないだろうっていうこともある、法的処置だと言われているんですよ。日本でそれが行われないのは何でなんですか。日本はおもてなしの国だからです。そこに戻りましたね。そこに戻しましたね。はい、もてなしですよ。だから外国で罪を犯して逃げてきた凶悪な犯罪者を僕ら捕まえますよね、はい、僕刑事だった時代っていうのはまあ捕まえちゃいますよ、頭に銃突きつけて、てめえこの野郎でバンバンってやれないですもんね。やれないっていうのがあって、でそのてめえこの野郎で捕まえたらどうするんですか。結局送り返しちゃう。
飛行機代は自分がお金持ちの犯罪者だったら出してもらうけれども、ダメだったら税金から出したりして、諸外国、まあ東南アジアとか近隣諸国が多かったですけど送り返してましたね、うん、ってことは日本は払い損ですよね。払い損ですよ。納税者は本当に損ばっかりしてます、うん、です。この近藤ですけれども、はい、今どのあたりにこう潜伏してると、おそらくですね、私の読みでは内側、彼のですね犯罪社会の仲間にもう命を絶たれてるんじゃないか。あで、まあ逃げていくところというのは、まあ沖縄経由で台湾に行き、台湾から、うん、あまあ、あ航路でね、はい、いわゆるその洋上夜中に行ってタイまで入って、それからアジア大陸に逃げていくということが多いんですが、どうもその形跡もない、ICBM も掴んでいない、うん、命ないんじゃないだろうか、うん、捜索は継続していることは間違いない。捜索継続してますね、うん、被害者もちゃんといるしですね、うん、それから、うん、この、まあ、残虐な電動のこぎりで首を切断して生きながらに殺したやつは罪を認めてもう死刑確定している、うん、だけどまだ拘置所に入っていて生きています、うん、生きているのは生かされているとも考えられますか。結局ですね、あの近藤というですね手配になってるやつを捕獲して、うん、事件概要を全て固めないと、うん、これ処罰するのに不適当だという声も弁護側から上がるでしょう、うん、それでまだ存命だという、うん、まあ一面もあること。オウムの犯罪が全て解明されていないのに麻原処刑はできないだろうと、うん、もう何年も経ちますよね、うん、10年までいかないけれどもね、6年7年とかですね、刑が確定してからまだ生きているのはそういう側面もあるんです、うん、司法というのはやっぱり最大を漏らさずですね、つぶさに何が起きたのかというのを検証しながら罰を与えるもんだから民主国家としては当たり前ですが、うん、今監督がおっしゃったですね、逃げてる近藤が死んでるだろうという可能性が随分ある、うん、これ暴力団関係者でもあるので暴力団の世界でよくあることなんですよ。うーん、そのあたり警察も掴んでない可能性ってないんですか。掴んでる可能性は日本ではないですね。日本ではない、うん、で逃げた先の国でどのぐらい掴んでるか分かりませんけど、捜査能力があるのかないのか分からん国もあるしですね、うんうん、ただしやっぱり前例をいろいろ紐解いていくと仲間内に消されて自分たちに害が及ばないような処置したという可能性がある、まあ、相当な秘密を、ね、握ってですね、で外国から覚醒剤輸入して誰に裁く、どこで裁く、誰が関わっている、これ暴露されたらやばいわけですよ。捕まってもらっちゃ困ると。はいはいはい、あるいは外国で代理処罰される、うん、外国で犯罪人引き渡し協定で日本の関係の手に落ちた、戻ってきた時にそれが知られては困る組織もあるわけです、うん、はい、そう、当時26歳ですもんね。そうなんです、26歳ですごいことやってるわけだから、内部に付けると半端じゃない量ですよね。そうなんですよね。ですからこの電動のこぎりで生きながら殺害をしたやつ、うん、愛と言われてるけど池田をまあ言ってみたらですね、エリートとしてあんたは指名されたんだみたいな気持ちにして使ったわけですよね、うんうん、だから司令塔でもありですね、うん、共犯でもある、まあ、この近藤というやつ、これをぜひとも生きたままですね、うんうん、法廷に引っ張り出して全容解明しないことには安心して皆さん暮らせませんよ。かたやこう北芝さんがもうその近藤の命はないんじゃないかっておっしゃってるじゃないですか、うん、ってことはない命の人を追っかけ続けているっていう体裁を整えているだけとも考えられなくないですか。そういう事件はたくさんありますが、読みとしてはないけれども生きているか死んでいるか確証が全然浮上してこない限りは追い続けるわけです、うん、追い続けなければいけない、追い続けなければ体裁としては整わないし、うん、司法というですね、一つのその大使命、これ達成されないことになる、やめちゃうか、税金かかるなみたいな、で通信電卓も煩雑だな、めんどくさいなってことになると、これやられ損なんですよね、被害者にとってはね。そうですね、うん、体裁整えるだけでもいいから、とにかく捜査は継続しないといけないという使命はあります、う
で、その被害者のご家族に向けての体裁を整えているという一面もなくはない。あとはメディアに対しての体裁もあります。メディアはうるさいようで、実はメディアは、うん、まあ言ってみたら反復継続して起こる似たような事件に関しては麻痺してますから、うん、売れなきゃダメなんで、視聴率稼いだり雑誌の売り上げを上げなきゃいかんので、うん、まあそういうところに付き合っているっていうですね、司法のあり方も今はありますよね、うん、裁判員裁判の初めての死刑囚。そうですね、まあ、女3人男3人というですね、まあ、構成なんですけれども、これやっぱりその犯人がですね、全部自分でやったんだと、で控訴しないんだよ、で弁護側はまあいろいろな手でですね控訴に持っていこうとしたんだけども、結局控訴しなかった、結果的にはそれで死刑確定なんですよ。裁判員裁判をやった一般の方々もですね、大変な思いだったとは思いますけどね、この残虐の事件で。初めての死刑囚、しかもこれだけ重大な残虐なことをやってるにもかかわらずマスコミ全然取り上げない。全然取り上げないですね。取り上げたらまずいのかな、痛い腹があるのかなって見る向きもあるし、じゃあ覚醒剤はどこで買われて誰が使った、間にはどんな組織が闇があるんだ、これ解明されたらまずくないのか。だから、うん、じゃあ芸能人、スポーツ選手、政治家、大マスコミジャーナリストたちと勘ぐってしまいますね。やっぱりそこに戻っていくんですね。そうなんです。近藤池田秀樹って名前検索したって出てこない写真、池田は1枚あるけどそれっきりですよ。そうですね、近藤を、その名前何ですっけ、五郎って書いて竹郎です。うん、で、池田は池田ひろゆき、入れ物の容器のようにひろゆき向こう側の方ですね、うん、この池田ひろゆきがまた非常にこの性格分析っていうのを非常にこう分析する価値大いにあると思うんですけども、ありますね。中学生で生徒会長までやってた、中学生で生徒会長もやってたいというですね、聡明かつですね、まあ言ってみたら人気もあるわけだから愛想もいいわけですよ。それから父親は銀行員というですね、まあ言ってみたら知的でもあり、それから見かけも悪くないですよね、うん、まあ言ってみたらフィジカルなハンディキャップがない人たちが銀行員の人ほとんどだから、はい、そういう意味ではエリートなんですよ、うん、そういう家庭に生まれながら高校卒業してすぐにですね、まあ職子さん、行員さんのような、まあ言ってみたらですね、造船工やったりして、うん、職を転々としてホストやったりいろんなことやってるんですが、うん、どれもものにならずと、うん、ついに30過ぎて残虐犯罪者、殺害者になったわけです、うんうん、どういうこの、まあまあね、育てられ方というのかな、こう、うん、その幼少期も含めてどういうようなこう人生、どういうような生活環境にいたのかっていうのが、やっぱりこういう重大事件の時っていうのはそれが非常に重要な情報になると思うんですよ。ありますね。これ多分ですね、遺伝子の中に残虐性を容認するような要素があっただろうと、うん、それで彼の行動、言動、今まで腰肩行く末と言いますが、今まで来た道というのはサイコパスの道なんですよね。サイコパス、うん、全てですね、社会病死者、まあ病的な犯罪者です。でこれはですね、知能程度も高いが、うん、ある程度芝居をして人をですね、自分のフィールドに引き込んで意のままにしてしまうという特性を持ってる。頭いいんですよ、愛想もいいんですよ、ルックスも多分悪くない。うん、ホストやろうというからには女性に対しても、うん、ある種テレンテクダを使えるような知能とルックスがあったと思われるんですよ、はい、でこういうやつがですね、実はここまでの残虐のことを生きながら、まあ電動の攻撃で首をちょん切ってしまうということができる、うん、これは普通の精神状態でもできないし、もともと自分のですね、脳の中にそういう要素がなかったら発言っていうんですが、うん、現れてこなかったわけですよね、うん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 、こういうこうなんて言うんでしょう、その発言している時の男性のその体の中変化ってあるんですか？テストステロンというですね、活性アンドロゲンといいますが、男性ホルモンの中の一番強い戦闘的な、あるいは残虐行為を良しとする、そういう風なホルモンはバンバン出ているし、うん、
敵対する人間に対してアドレナリンが出ているし、うん、ある種それをまあやすやすとやってのけて楽しめるだけの快楽ホルモン、うん、ドーパミンその他も出ているというふうに容易に想像つきます、うんうん、ある意味この池田にとってその電動ノコギリで首を切っているっていうのはセックスに値する。全くその通りですね。例えばですね、榊原聖斗というのが、まあ、これはですね、彼が作ったハンドルネームみたいなもんですけどね、はい、これやったやつね、これはしょうがない、あの諸般の事情に鑑みて愛としますけどね、これあの、IS という野郎なんですが、まあ、未だに社会の片隅にいて、この間、出版社の社長が400万円もらって、うん、本も売れて、うん、いい生活してますよ。まあ、そういうふうなのもサイコパスですから、近所の男の子の首切って殺してその首を肛門前に置いたという事件です、はい、そのようにちっちゃい女の子を殺めてるし、うん、小動物の切り刻みもやっているという、うん、これによく似た精神病室なんです。うん、そしてその IS というですね、まあこれハジ君というですね、被害者の名前だけ出したら片手落ちなんですが、彼の頭を肛門に置く前に、肛門前に置く前に、まあ首を切ってる最中、絶命させてる最中は何が起きたのというふうに捜査官が聞いた時に、はい、ズボン、パンツの中で僕射精しましたと言ってるんですよ。うん、セックスなんですよ、やつにとっては。まあ、セックスですよね。だから、まあ、ただその一方向的なね、うん、相手があってのものじゃないから、うんうんうん、でもお互いはセックスってか、お互いですよね。お互いが気持ちよくじゃん、うん、セックス、あれはね、うん、一方側だけだよ、うん、殺される側にとっては快楽の脅威でも何でもないわけだから、うん、歓喜の行為ではね、うん、恐怖と苦痛の行為ですからね、うん、これ一方的なんですよ、本当に、うん、異常なんだ、うん、その殺してる時と片や真面目な面っていうのがあったわけじゃないですか。ここは二重人格みたいなものとは考えられないですか。二重人格というよりは遺伝子の中にある、まあ言ってみたら有害性と、今ね私ら良い側の社会の住人から言うと有害性、うん、これが同居してるんですよね。二重人格だったら分かりやすいんですが、そうでもない、別の人格があったわけじゃない。うん、うん、だから池田なら池田で通してきたわけですよ、生徒会長やりながら、うん、だから女の人を騙したりですね、恐喝やったり、ヤクザと関わって外国から覚醒剤密輸して販売したり、うん、強盗したりですね、そういうふうな人格の中にいくつもある要素がせめぎ合って、残虐性、社会病室の行為を生んだわけです。小石谷さん、いやもう本当にね、だからもう死刑で終わりじゃないと思うんですね、この事件に関しては。まず一つには、まあ、近藤というそのまだ捕まってない問題もあるけれども、もう一つはその池田がどうしてこういうようなゴール、結末を迎えたのか、うん、それをちゃんとやっぱり国民に解き明かしていくこと、うん、それはもうマスコミもジャーナリストもしなきゃいけないし、しなきゃいかんですよ、うん、やってないの、うん、政治家のね、いろんなあのスキャンダルとかね、まあ要するにその私生活を暴露したりしてね、喜んで売り上げてるメディアっていうのはね、一方でこれもやんなきゃいかんだろうと、それもやってもいいけどね、金儲けでね、これもやらないかんわけですよ、うん、北島さん、じゃあ最後に一言この事件について吠えていただけますか。許さん。さあさあ北島さん、小石谷さん、盛り上がってまいりましたね。はい、はい、前回もバッツリ、はい、お話ししていただきましたが、そうですね、で今回ですね、マスメディアが報じないマスメディアの、うん、これ恥部暗部、それから言ってみたらですね、不思議な部分、はい、これにスポットも当てたいなとは思っています。はい、じゃあ早速いっちゃっていいですか。はい、はい、有名スポーツ選手の闇賭博というテーマでお話をしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、気になるニュースはこちらです。プロ野球球団巨人の野球賭博問題で笠原元選手ら2名が逮捕されました。前回取り上げた清原容疑者の薬物問題といい、今回の野球賭博といい、こう甲子園という清らかなイメージが、実はそれは全然嘘なんじゃないかなと思われるような事件なんですけれども、
このニュースについてのプロファイリングをお願いしたいと思います。これ問題なのはですね、はい、有名なプロ球団の選手が何人も関わっていて、高校野球のですね、勝敗にまで賭けの対象としてお金を投じていた、はい、そして、彼らがですね、みんな手錠をかけられて引っ立てられて、うん、まあ要するに公開処刑のような形でですね、牢屋に入っていたのにもかかわらず、暴力団しかやれない暴力団の儲け口、私腹の肥やし方として有名な闇カジノに出入りして金をかけたり儲けていたバドミントンの選手が一切捕獲もなくですね、はい、行ってみたら何の処罰もされないでのんのんと生きているのか、これが分からないという視点から始めたと思うんです。闇カジノで賭博が発覚して、オリンピックの候補選手だった、桃田健斗選手がオリンピックに出られなくなったという事件と比較ということでよろしいですか？そうですね。一方はですね、はい、たかだかスポーツの試合に出られなくなっただけですよ。オリンピックだろうが国体だろうがですね、うん、町内会の運動会でも何でもいいんだけども出られなくなっただけじゃないか。はい、栄誉がなくなった、コマーシャル来なくなる、うん、そういう問題じゃないでしょ、うん、ヤクザを声太らして、うん、おまけに違法な闇道具やるのはこれは悪だろうよと、うんうん、富山慶さんも言うでしょ、うんうん、しかし有名な巨人軍の選手、うん、栄えあるですね、読売巨人軍ですよ、ミスターも出た、本当ですよね。あの選手たちがね、冷たい手錠で引っ立てられて、うん、鉄格子の中にぶち込まれる、この不公平感をメディアは報じないどころか誰もにも言わない、うん、僕らは言うしかないでしょう。ですよね。いや本当に笠原選手のね、手錠かけられてこう連れてられるところも写真動画ものすごくイメージ的に強烈なのよ、うん、今までなかったんだもんですね、巨人のピッチャー、うんうんうん、あんな姿でさ、うん、そう、それ何らかのやっぱりそこに意図がある、意図がある、ある、うん、それ何なんだって話だよ、うん、何なんですか。プロ野球というのは金儲けです。どんなに子供たちに夢を与えようが、うん、ある種の技能として世界に認められようが、うん、銭儲けのプロスポーツであることは間違いない。まあお仕事ですからね、お金入ってきますね。一方オリンピックに関与しているお金はどんどん入ってくるんだけども、うん、形としてはノンプロである、アマチュアであるバドミントンの世界というのはお役人が関わってプロモーターやってるわけですよ、政府が。はい、そこにやっぱりさじ加減の差別があるんじゃないか、そんなふうに思うんですよね。アマチュアだからあの程度の処罰で済んだっていう見方はもう全然浅いわけですね。というか暴力団に銭儲けさせる、うん、違法なカジノに賭博場に出入りする、うん、鉄火場に出入りすると同じですからね、うん、それいいのかよって話ですよ、うん。ワイドショーなんかだとあのニュースは先輩に連れられてしょうがなく行っていたなんていうお話もあるじゃないですか。その先輩もパクられてないという、うん、きっとその、じゃあ先輩はどこでヤクザと関わったの、ね、ヤクザが OK しなかったら闇賭博場には入れませんよ、うん、そこには日本の暗部があるだろう、うんうん、やっぱりそういう日本の暗部的なところはこうチェーンというか数珠つながりで必ずどっかに繋がっていると。いや子供の夢を知ってる、子供に夢を与える役割でね、お金もものすごくもらうプロスポーツ選手が、うん、まあ手錠かけられてぶち込まれる、これ一方でちゃんと処罰が行われたように思うんだけれども、バドミントンだってこれ家庭の球技としてはですね普及しているわけだし、そうですね、それほど変わらないでしょ。子供はやっぱりバドミントンも好きだしテニスも好きだし卓球も好きなんですよ、うん、でそのスター選手が手つかずで、うん、まあ野球だけ差別される、これはおかしくないですか、うん、おかしいんですかね。おかしいですね、うん、ヤクザを声を太らせる、うん、反社会的、うん、こういうものは全て処罰の対象になって、まあ巨人の選手たちは獄へ降りていったわけです。
なんでバドミントンの2人はノーノーとしてるんでしょうと。わかりません。で多分ね、賭博、選手の賭博、これもうだいぶ前からあったんじゃないかと。今に始まったことではないですよね。今私の通りです。でみんな知ってたと思う。原監督も。はい。だけど、ここに来てさ、なぜかスポット当てられちゃった。原監督のもっともっと何世代も前の、プロの選手たちの時代から野球賭博はありました。と言い切ってしまっていいんですか。言い切ってしまっていいですよ。やってた人の名前まで頭の中に私ありますもん。それは今言っていただけるんですか。 A と言います。今いいお父さんしてご家庭もあっておじいちゃんになってるんで、それを言うのははばかられちゃう。彼は捕まっていないので、だけど厳然としてあったことは捜査関係者から僕はデータ見せられたんで、自信あってものが言えるんです。多分ね、多めに見られてたんだよ。そうそう、だって練習の時からも賭博やってるんだ。え、そうなんですか。ノックで誰がね、エラーしたら罰金とかさ、そういうような賭博がもう恒常的にやってたわ。それ小学生の野球、草野球で、じゃあミスしたらお前ガム1個でみたいな、みたいな感じですごく軽いんですよ、ね、軽いんですよ、だけど公営ギャンブル以外は全部違法だとされてるね、この法治国家日本でね。あまりにもおかしくないですかって話から切り込んでるんですよね、そう。それなのに彼はあんな大々的にさ、そのクローズアップして、印象的に、これ見よがしにドーンって持ってくる、何ですかって、例えばそれをこれ見よがしに見せて一回その根を断とうっていう意図はないんですか。もちろんあるでしょう、メディアは権力の監視といって大冗談にものをまあ言って太刀を振りかぶってるわけですよ。だけどその報じ方に差別があっちゃいかんだろうよと。社会主義では差別はないというなら差別もあると、これも建前と本音が違うだろうって言うんだけど、ニュース報道にこういうものを持ち込まれたら次の世代に、まあ言ってみたらですね、担い手となる次の世代の継承者の子供たちに悪影響ありすぎないかというんですよね。私実はですね、プライベートでバドミントンをやる人間なんですよ。はは。なのでこの桃田選手のことも知ってたんですけど、こうプロとアマチュアのこの差っていうところで、アマチュアの選手がね、あそこまでメディアで悪いことしたって、もちろん悪いことはいけないことですよ、いけないことだけど、あそこまで報じられることがあるのかっていうのが、そこがね、ちょっと私としてちょっと分からないところなんですよ。アマチュアと言いながらね、賞金を多額のお金ですね、サラリーマン年収以上何倍も稼ぐっていうのは、これ本当のアマチュアじゃありませんよ全然。まあ CM 私らは空手の大会が出たからったってお金してもらうわけじゃない、3回払ってるんだからそこら辺どうなんだってじゃあその場で絡まれて裏でストリートファイトして血だらけになってぶっ飛ばしてお前に来る前に逃げた、これお金欲しいですよ、悪いやつに殴り倒したんだから。でも治療費払って指揮所っていう感じ、これお金動いてもいいじゃないですか、労働報酬なんだから、正義の遂行なんだからっていう意見もあるんですよ。なんか難しいですね。だからアマチュアと言いながら実態はアマチュアでは全くない、多額のお金を儲けてるスポーツ選手なわけですよ。マジュアという、要は緑にかぶってるみたいな感じですかね。まあ要するに名称の違いだけで逃げるっていうのはおかしいだろって話、でプロだからやっかみでパクられるっていうのはおかしい話だろっていうので、一方罰すんだったら他方も公平に罰したらどうなのって。今すごい大事なキーワードが出てきたと思うんですけど、プロだからやっかみで捕まったって今北島さんおっしゃいましたよね。はい、全くその通り。そこですか、ポイントは。ポイントは一つはそこにあります。はい、アマチュアだからいいだろう、アマチュアに賞金出る、これアマチュアじゃねえだろってことですよね。じゃあ例えばの話が、ご町内のなんとか大会、剣道大会、それからまあ柔道大会なんかありますよ、はい、お祭りの余興なんかありますよ、お金なんか動いてませんよ、これ手弁当ですよみんな。そうですね、これこそアマチュア。賞金をね、大きな大会のたびにね、サラリーマンの年収何倍もらうのは、これはアマチュアじゃない、事実上。ああ事実上、やっぱりね、驚いたのは桃田選手の年収がね2700万。すごーい。
すごい、おとびとだけで2700万。マレーシアのカジノで一晩で使ったね、1000万っていうことも、まあ、まことしやかにこう流れてるわけなんだけど、そんなに稼いでたっていうこと、そうなんですよ。派遣で動いてるね、あの大卒のね、男子社員がね、300万円の年収っていうのもザラにあるわけだから。ありますね。今監督がおっしゃった数字って、これ超とんでもない数字なんですよ、はっきり言って。超スポーツエリートですよね。びっくりした、バドミントン2700万、すごい。それはある意味夢がある、うん、バドミントンやる人間からするとね、うん、である意味夢があるのに真っ黒い集体を探して夢ぶち壊した、責任取らねえのかっていう声もあるでしょうね。うん、そうですね。オグシオから始まってもうバドミントンがあんだけ有名になったんですよ、まあ、我々にとってはね、バドミントンプレイヤーとしてはすごい嬉しかったわけなんですけど、僕もね、バドミントンプレイヤーなんですよ、お正月だけ。お正月だけ、それはバドミントンじゃなくて羽根つきっていうと思うんですけど、僕は羽子板じゃなくて、今バドミントンセットで、ね、お正月庭でやるんです。980円ぐらい出てますからね、うんうん、あれも立派なアマチュアスポーツなんで。で、そのプロとアマチュア、お金だけで見たときにどこで分ければいいんですか？うん、まあ要するに大会の餌として賞金がぶら下がってたら、これアマチュアじゃないと規定できる。事実というものは重いんです。なるほどなるほど。賞金稼ぎはプロです。そうですね、うん、そうとも言える、うん、スポンサーがつく、これ本当のプロかな、うん、やっぱり NHK に頑張ってもらわないと。スポンサーの名前排除する、これでいかないと文部科学省をはじめとするリードする階層というんだろうか、意識というんだろうか、それ達成されてないことになっちゃうじゃないですか。じゃあこれ、はい、やっぱり巨人 の、 あの一つイメージを落とすっていうことがまず一つ意図としてね、まあ、なんとか想像できるわけなんだけど、あともう一つはあれじゃないですかね、あの巨人 の、 その上層部の役員 の、 うん、あの入れ替えというか、それとそれからまあ旧体制、近代的な体制というんでしょうかね、それの変化が行われるとトカゲの尻尾切って海だけ離反させてしまおうと、うん、海だけをね排出するんじゃないですよ、離反させるんですよ、うん、それやっぱり上層部の一つのそのお家騒動みたいなものあるかもしれないし、で今は辛いんだけれども、うん、こいつら追い出してしまえば安泰になるという考え方もあるかもしれないしですね、肌でいうところの肯定反応みたいな、うん、そういうことですね、いいお肌になるためには悪いもの出さなきゃいけない、全くその通りですね。だからデトックスとしてですね、出されちゃった毒素がこの投手たちかなと、うん、しかしバドミントンはおかしいだろう、こいつらも海だろう、毒素だろう、だけどお手つかずだろう、そうですね、子供はどう思うんだってことですよね、うん、この2つの巨人とバドミントンのこの事件というのはリークする側として連動してます？僕はですね、意図的に連動させたんではないかもしらんけれども、扱いにおいてやっぱりですね、オリンピックそのものに関与してるからですね、これ名付け出してはまずいという意図は働いたんじゃないか、うん、あるいは感覚は少なくとも働いただろうというのは、巨人はオリンピック選手ではないんですよ、うん、はい、もうそれこそ海は早めに出してしまおうということで、うん、この本田選手たちが、うん、まあ、海となってしまったと。まあそれもそうだけど、あのバドミントンの連中っていうのは結局はノンプロと言いながらプロと変わんないですよ、もう体を動かして銭もらったらこれは職業なんでね、うん、アルバイトだって職業なんですよ、うん、学生だと言ってるんじゃなくてお経営になるなもんじゃないんです。その時間で働いて金もらったらプロなんですよ、俺、うん、ウェイトレスでもそうだけども、うん、ということはこいつらも要するに職業人であるということ。そうなりますね、うん、他にじゃあ日常的にガードマンでもやってんのか、教師でもやってんのかということですよね。そうなります、ね、やってねえだろうこの安全たちはってことですよね、うん、そういうところからスポーツマンの闇賭博行きがどんどん深刻化していく。確かにその通り、うん、お金ですね、まあ、まあお金ですよね、うん、でしかもそのカジノがね、やっぱりそういう弱みを握るポジションであるってことはね、その通り、それをバドミントン協会とかさ、その指導者たちもやっぱりそれちゃんと教えないとね、うん、そういうところに出入りして弱み握られちゃうよとか、うん、
多分これその関係者がマスコミに流してるわけでしょ、うん、そういうことですよね、うん、そういうことですよね。別にバドミントン協会だけじゃなくて、これ、まあ、もちろんスポーツの協会でも、いやもちろんもちろん同じ人間だからね、トラップがあるわけだから、うん、たまたまバドミントンの内側の人間が、うん、まあインフォーマーだって、うん、ニュースが表に出たってことかもしれないし、それだけ金メダル候補の選手抱えてるんだったらさ、ね、あらゆるそれトラップ罠っていうのを想定して指導しなきゃいけない立場なのに、うん、ね、多少の情報入ってきてると思う、言ってるよとか、うん、なんでそれを最近防御できないんだ。やっぱそこも何かの意図があるとしか、意図というかさ、それはどういうことなんでしょうね。まあ意図というよりはですね、表に出るような良心と言ったらいいんでしょうかね、あるいは反目したアンチテーゼを持った人間がマスコミにリークしたと、うん、いうことが発端かもしれないし、うん、だから正義の心ではなくてこれを表に出すということはですね、内部抗争の発露かという感じも考えられるんです、うん、あるいは後ろに文部科学省がいるから名は付きを出さなかったかもしれんという、事後措置もあったかもしれんというふうに勘ぐってしまう向きもあるでしょうね、うん、まだまだこう有名スポーツ選手の闇賭博の話題は出てきそうですね、うん、まあそんなこと言ったらね、格闘技はねほとんどね、あの闇社会絡んでるわけだから、うん、私もね実はね、警察 OB なんだけれども、まあ闇格闘技の現場に図らずも出くわしたことがあって。本当ですか？そうですよ。ああ。それから大学生の頃だけども、お祭りの闇格闘技で優勝して賞金20万円もらってタクシーで逃げたことあるしですよ。それもう北島さんプロじゃないですか、そしたら。いや、プロですよ。格闘技はプロですよ。道場持ってるんだからプロですよ。そうですね、列車もらってるんだから。そうですね、うん、だけどね、そういうのもあるわけだから、私みたいな清廉潔白だとみんなに思われてる人間ですら、そういった返礼はあったわけだから、逃げちゃったね。みんなはして知るべしですよ。いや、暴力団取り返しに来るからね。怖い。あ、でも北島さんだったら暴力団来ても大丈夫ですね。大丈夫じゃないですけど。大丈夫、僕は仲間いるからね、仲間が暗殺してくれるからいいですよ。暗殺じゃなくて、ね、押し殺しちゃう。でも本当にね、まあ、話戻っちゃったかもしれないですね。戻ってください。やっぱりね、笠原氏かわいそうだ。かわいそうですね。本当かわいそう。だからね、そこにね、うん、嫉妬とか憎悪とかね、うん、まあ一つのね、いわゆる妬みその身というかですね、そういう感情がなかったかって言ったらおかしいだろうっていう、うん、あっただろうっていうのは、メディアもそこを叩いただろう。有名だからね、ハイエナのようにね、群がって映像を撮って売って視聴率稼いで、うん、スポンサーが多額のお金もらっただろうってことは容易に想像がつくんです、うん、過剰ですよね。過剰でしたよ、うん、過剰抹殺っていうのかな、マスコミの。だから擁護する必要も全くない事件で、どっちも擁護しませんよ、野球選手も、まあ、バドミントン選手もね、うん、だけどここにあるね、歪んだ状況ね、うん、これ是正されないままにいくのか、うん、次の世代にこれ渡していくのが、こういうスポーツ文化をってことなんですよ、うん、私らは潔白だとは言いません。私も今過去を吐露したから。だけどね、うん、このぐらいやっぱりね、正直にね、チブでもチブなんだって言えなきゃダメでしょ。まあそのチブはね、この月刊北芝でどんどん吐いていこうと。はい、はい、まず北芝さんが入ったか、じゃあ次小泉さんが私はチブ。チブはだってさ、それはもう言えばキリがない。こう順番が変わってくるっていうね。それはさ、だんだん駒が回りますよ、まあ、はい、はい、次は行きますか。はい、ということで有名スポーツ選手の闇賭博でした。ありがとうございました。あの小泉秀樹さんの、はい、プロフィール、これ言ってた方がいいんじゃないですか。この人何者状態になってますよ今。地球外知的生命体フォーラム副会長。地球外知的生命体フォーラム。こんな UFO 見たらね。UFO？ UFO 三つ。UFO をあの撮影しに行って、はい、明日行きますよって言って、うんうん、それで本当に出てきた。UFO を見学する人ですか。UFO を、うん、撮影する方です、ね、UFO を撮影する人、はい、はいはい、また別枠でいろいろ聞きましょう。 UFO の
ドキュメンタリーを撮っている人。はい、今撮ってます。撮ってる最中。すごいな。3年越しで撮ってます。すごいな。今まで UFO に乗った人4人会って、うんうん、それからあのインタビュー全部やってますから。それちなみにいつ、全て本物です。いつ完成するんですか。まあこれ分かんないねドキュメンタリーっていうのは分かんないんだよ。どこで終わりか。予算がいつまでも終わんないじゃないですか。それもう神様が終わりって言った時点そういうもんですよ。撮影も地球外生命体です。はいはい、ということで、気になるニュース、うん、いきたいと思います。はい、はい、ダックスヘイブンの会社の設立などを手掛ける中米パナマの法律事務所モサックフォンセカから流出した内部文書、通称パナマ文書についてプロファイリングしていただきたいと思います。よろしくお願いしますこれね、イギリスだとか日本だとかですね、はい、まあリークされた形になってますけども、うん、北米大陸であれだけの人口があって経済活動も活発なのに、主たる、まあ言ってみたらですね、租税回避地を利用している有名人の名前がまだ出てこない時期なんですよ。永久に出てこないかもしれないという、そういう懸念もあるんです。ほう、北米大陸には2つでかい国があるんだけども、世界に冠たるですね、大国の租税回避している著名人、大金持ち、有力者の名前がまだちゃんと出てこないって何なんだっていうのが疑問なんですよね。今日本の中で例えば大きなお金を海外に出させないっていう動きはありますよね。ありますね、うん。それと何か関係してたりするんですか。関係はまずですね、直接的なリレーションはないと思いますけれども、うん、まあロシアとかですね、うん、イギリスだとか主要国の、まあ、名だたる人たちが標的になって、その開催活動、租税回避の活動なんですが、それがリークされて公表されていることに関して、北米大陸が全く何を潜めていて、ニュース対象にならんちゅうのはおかしいなっつってんですね。そこには何かあるだろうと、遅れてんのか、それともあまりにも力が強くてつっついたらやばいことになるのか、それともそこがリークの首謀地なのかという、そうも思えてしまうんじゃないでしょうかね、うん。もし突っつかれた場合、まずいなって思われる大物芸能人とかもいるですかね。うん、もちろんいるでしょうね。ポリティシャンもいるかもしれないし、それこそスポーツ選手おるかわからないし法律家だとかですね、うん、コングレスマンだとかね、セネターとかね、いなかったらいいんだけど、いるかわからんしですね、だからまあ軍のね、名だたる将官、大将とか中将とかですね、そんなことになったら目も当てられるし、となれば、まあリークされてないということになるとですね、いつリークされるのかなと思ってしまいますね、うん。日本の中だと、まあ、270社がこのパナマ文書に明記されていると、はい、ね、そうですね、270社、うん、この270社、まあ、パナマでそのぐらいだから、はい、タクス英文の本拠地だとか、もっと有名な、うん、まあ、ケーマン諸島、ケーマンって国なんですけど、はいはい、ところ場所があるんだけども、うん、ケーマンでは日本の企業が租税回避した、まあ、ものすごいお金があるんですよ。61兆円と言われてるんですね。もう感覚わからないですね、うん、61兆円、じゃあ冷やし中華何杯食えるのって話でもなんで食えるでしょうね。もう死ぬっていう感じですね。もうちょっと美味しいものにしましょう。もうちょっとうなぎ何杯食える、うん、うなぎ何杯ローストビーフ何枚あ、いいですね、それいいですね、うん、でもね、もう早速アイスランドの首相陣に追い込まれてるしね。ですね、はい、まあ、プーチンも危ないし、それからまあイギリスのね、キャメロン首相も危なかったしですね、みんな危ないんですよ。もう日本じゃもう昨日おとといぐらいから三木谷さん危ないって言われてて、いや三木谷さんそれほどじゃないよって自分で言ってるから、まあその通りだろうっていう向きもあるし、日本だって標的になった今回のね、リークのね、違わないんですけどね。だからこれ合法とされてるわけですよね。そうです。だからうん、どうなんだって話になっちゃうんだ。だから追及するのは道義的側面からだけなんですよね、うんうん、ただしめちゃくちゃ不公平。
めちゃくちゃ不公平だって、金持ちがさ税金それ相応の税金払わないんだよ。はいはい、そうでしょ。いやだから貧しいやつっていうのは区役所の税務課から取り立てのような文書がバンバン来て差し押さえちゃうぞ、預金も差し押さえちゃうぞ、もう不動産も自転車も差し押さえちゃうぞって言われてるのに、一方で金持ちはですね、この外国にですね税金を回避する、まあ言ってみたらですね拠点があって情報もあるし、はい、他の土地行くしですね、こんな不公平なことってねえだろ。社会主義の人は怒るだろうけど社会主義の人は怒らないんだよな、不思議なんですよね。なんかお金のある人ない人というよりも情報を持っているか持っていないか、そこで弱者と強者が決まるっていう感じもしなくもないですね。富と権力を持っているかいないかってことですよね、富と権力くっつきやすいんですが似て非なるものでもあるし、両方ない人もいるし両方ある人もいるんです、片っ端しかない人もいるんです。富はあるけれども霞が関には生きる気ないという人もいる、でも力を持っていて権力機構の中枢にいるけれども貧乏暮らしという人もいるんですよね。だからここは、ここは結局やっぱり社会的ポジションにどうやってたどり着いたかっていう道筋と意思と、それからどれだけその蓄財をしようというですね志が強かったか否かに、あるいはチャンスに恵まれたかどうか、それに乗ったかどうかに関わってるんですよ。これは本当庶民はもうこの問題は本当一番怒るべき問題、本当庶民だからこそお金がないから私たちには関係ないっていう人も、だけど怒るそのパワーすらももうなんか低下しちゃってる状態だから、その通りです、いや一億総打つ状態ですからね経済に関してはね、一億総打つ状態、だからね、まだまだね、景気悪いですよ、でまだなんだかんだ言ってもですね金融も財政もですね全ていくら出動しても実感としての幸福さが手に入ってないじゃないですか庶民は、ここに問題あるんですよね。富裕層はだってこんな当たり前じゃん、何が悪いんだと思ってる。そうなんです、合法化されてるわけだし、例えばね不在地主って昔あったでしょ、あれ小作にいて当たり前だろって感覚があった、それはさ、先祖が頑張ってくれたから当たり前だよ、そういうのがあるんですけども、じゃあ農地改革で小作人が全部バーッと分け与えられたら、没落してヤバくなっちゃった人がいっぱいいるわけだ、だどっかでやっぱりやり刺されるっていうことがあるんですね。今も刺されたんですよやっぱり、これで、パナマ文書で、パナマ文書で、パナマ文書はやり抜き下りだった、次はケイマンだろうって言われてる、もうケイマンももうバレてる、バレてるんですか。次はスイス銀行だろうっていうのもあるし、みんなバレてるんですよ、パナマ、ケイマン、スイス銀行って言ったら、スイス銀行は世界の一番大きな銀行ですよね、はい、ここが疲れたらもうそれこそ世界の経済は相当やばいんじゃないですか。まあやばいどころか、もう実は全部情報を手にしている国はあるんです、有力には、有力にゃと言ってしまいましたけど、噛んでしまいましたね、そこ拾おうかどうか悩んだんですけど、あえてスルーしたんですけど言ってくれましたね、有力にゃ英語国があるんですよ。だから言ってみたらですね、アングロサクソンのいっぱいこう一番エリートというかですね、力の強いところはそういうところは利用できるし、情報も把握してるんですよ、その情報を把握しているだけでまだ動くタイミングではないということですか。自分たちから言ってみたら縄付きを出さないような努力は今でも継続しているということです。ただアングロサクソンの本拠地のイングランドやられちゃいましたからね、さあどうなっちゃうの、これからの展開どうなっちゃうの、無数ですねってとこですね、これあとだからあれですよね、こう誰がリークしたんだっていうね、それどの組織がリークしてるんだっていう、その意図は何なんだ、さっきまた人の話になるけれども、やっぱり意図はあるわけで、何かしたいわけですよ、それによって、だから答えがないと陰謀論に行っちゃう、単に出てきてるわけじゃないわけじゃない、はいはい、偶然誰か一ハッカーが、やったわけじゃなくて、これやるためにプログラムがずーっとあって、それで、天才ハッカーも呼んで組織作って、それでリークしてるわけだ、おそらくもう何年もかけてここまでたどり着いてるわけですよ、心だけに相当な予算使ってるはずなんだ、それは何のためなのか、だからそこだよ、誰かが何をしたいのか、でもそれで分かれたところで庶民にはもう怒るパワー果たしてあるのかって問題、一つ
これ実は正義でも何でもないっていうふうな声が上がっていて、止める一方が、まあ、止める他方を、うん、まあ言ってみたら叩いたという構図に過ぎないと言われている。止める一方は手つかずで温存されてるんですよ、うん、それは自分たちがね、うん、あの実行したプログラムだからって話もある。はい、うん、これによって一番損をする人は誰なんですか。いや、それはやっぱり税金を逃れていた人たちが不名誉をかぶるということですよね。そうですよ。それとあとこれでもし何も起きなかったら、何も起きなかった、何も起きなかったら、もう完全に奴隷と、ね、そこに君臨する貴族のその世界になりますよってこと。あ、それを証明するようなものだ。これだけのことが暴かれてるのに、うん、何も起きなかったら、うんうんうん、そうですか。それを許してくれた、みんなそれでいいですよって言うのと同じことなんだから、うん、今ここで何かが起きないと、いや、もう許しちゃうことだ、うんうんうん、金持ち富裕層、もうスーパー金持ちになってくださいってみんなで言っちゃってるからなっちゃう。だから庶民も試されてる、うん、金持ち父さんになるか貧乏父さんになるか、うん、だから庶民で例えばここに要するにそのまあ反対意識の強いやつ、うん、アンチテーゼと思います、うん、これを打ち出したら暗殺されるとか、うん、社会的地位をスパッと切られて、うん、レームダックといってですね、うん、まあ言ってみたら障害を持ったアヒル状態になるとか、そういう報復が来るんですよ。うん、でも何も多分起きないと、うん、というのはですね、すでにお金のない庶民、うん、マジョリティというか、ものすごいですね、数の大きな人口、これはもう実は奴隷化されてるんだ、何十年前で、うん、こう人間のヒエラルキーが三角形であったとしたら、本当は声を上げなくちゃいけないのはその下の方の人気人たちですよね、うんうん、でもこの人たちにパワーがないと、パワーもうない、ないっていうのを見越してリークしてる、見越してリーク、おそらく。で、それをじゃあ声を上げようと思って革命をやりますよね、はい、革命やった当人たちが貴族になっちゃって、うん、なんとか主義だとか言ってるけれども、結局やっぱり新しい奴隷制度を作ったりしてじゃないですか、うん、北の寒い国も隣国の大国も、うんうん、なんか爆弾落としちゃうぞってギャーギャー言ってるちっちゃい国もみんな同じことやってる、はい、標榜してるのは、うん、そういった入り、まあ言ってみたらですね、イズムと言ったらいいかな、うんうんうん、アイデオロジーと言ったらいいかな、標榜してるだけで、うん、やってることは封建領主と同じことやってる、うん、一度も成功した試しがないと、うんうん、だからマルクス主義って良かったのかって言うんだけども、マルクスみたいにですね、人に迷惑をかけて生きて最終的にはなんだか、親友エンゲルスがね、恋に悩んでいても関係ねえから金をくれって言ったようなことになるんですよ、うん、それを国家のテーゼにしている国がいっぱいあるっていうんだね、うん、結局は闘争のね、言ってみたらその人を洗脳手段であったかもしれんっていうのは、うんうん、これそう、文書を流出したその謎の人物がね、はい、声明を出してる、声明を出してる、声明を出してる、はい、なぜリークしたかって、はい、それね、どういうことかっていうと、はい、超富裕層の腐敗が資本主義を崩壊させ革命を引き起こす可能性があるっていう声明を出してる。これ挑発的なの、挑発的ですね、挑発的なの、うん、やれるのかよ庶民って、うん、こういうふうにね、挑発的なの、うん、できないんだよ多分、これ正しいんだよ、庶民できないんですよ、うん、じゃあ革命成功したと考えてみましょうか。成功しても結局いろんな国で起こったような一握りの革命後の貴族になるんです、うん、本当の貴族じゃない、うん、本当の貴族が戦争に勝ってね、勲功を立てたやつが、まあ、王から抜擢されてね、貴族階級になるんだけど、そうじゃない貴族っていうのがいるわけです。革命貴族って呼んでもいいんだけど、またそうなっちゃうんです。うん、人間って結局ね、リインカーネーションじゃないけれども、うん、輪廻輪廻輪廻、そして転生して同じことになるんですよね。うん、まあ、このヒエラルキーの中でいうと、うん、この三角形の上の方の人間たちが、まあ、こう動かしている。そうですね、ということになりますよね。底辺の連中が武器を持って立ち上がって上の三角形の頭の部分を殺してしまっても、結局自分たちは同じピラミッドを作るんです。そうです、うん、これはもう日本だけの話ではなく、うん、地球レベルですね。地球レベルですよね。で、一番分かりやすい典型例としては第三世界と言われている。
アフリカ帝国というんですけども、うん、例えばボクサーが、うん、これアメリカンドリームじゃなくてアフリカンドリームですよ。まあ大統領になっちゃった例もある、はい、人の生き血をすすって肉を食った大統領もいると言われてるんですよ。それ帝国なんですよ、アフリカにおけるね、うん、それと全く同じことを繰り返すんですよ。人間は愚行を繰り返しながら、うん、死滅の方向に、種の終焉に向かっていく最中なんですよ、うん、今じゃあ私たちはその種の終焉に向かって、それこそだから草食、うん、系男子が出てきてセックスが好きじゃないとか、うん、少子化とかっていうことも何か関わってきそうですね。そうですね、まあ、環境ホルモンの影響ずいぶん大きいので、うん、まあ、異性に対して愛情だとか性愛だとか、うん、そういった欲望が出ないってありますから、あとはまあ食ってる牛肉に問題があると。食ってる牛肉に問題がある。成長ホルモンと女性ホルモンをパンパンに打たれて輸入されてくるの何十年も食い続けた結果であると。普通草食系男子だとか肉食系女子だとか言ってるのもあるけども、これはメディアが作り始めた、まあ別の起源であることは間違いない。肉は国産を食えということでいいですか？ではない。僕は何食ってるかっていうと、安いオーストラリア産の赤身の肉を食ってる。オジビーフ。オジビーフです。オジビーフはいいんですか？いいですよ。ニュージーランド産もいいですよ。国産は高くてからサシが入ってるんで、うん、血管詰まっちゃうから食わないんですよ。高いからってのありますね。だそうです。うん、これ貧乏人の怒りを知れって感じですね。そこだ、パラワ文書。パラワ文書はそれかもしれない。で、貧乏人を立ち上がれるのかやってみようという挑戦的な文書なんで、そういうことだ。できないだろうっていう前提で作成して、うん、溺れない自分を突きつけられてるっていうのかな、うんうん、そこに気づくだけでもまだマシ、うん、それすらも気づかない人はほとんど、うん、ってことはこれを見ている人は今気づいたわけですよね。今気づいたんです、うん、これをご覧になってる視聴者の皆さん、今気がついたんだけども、うん、ローマは一日にしてならず、ローマ帝国みたいな完璧なような帝国ができたとしても、キリストを槍で殺しちゃったりするし、ユダヤの民をスケープゴートにするしっていう世界はずっと回っていくんですよ、うん、でも知らないよりは知っておく方がいいわけですよね。もちろんですよ、うん、その時に死ぬ時にね、うん、怒って死ねるんですよ。怒って死ぬんですよ。なんで終わっちゃうかなって言ってさまよっちゃうよりは怒って死ねると、うん、最後に自分自身で死ねるんです、うん、ああなるほど。じゃあその今日のパナマ文書締めるにあたり、北芝さん、パナマ文書に対して怒ってください。パナマ文書はやっぱり公平感が少ない。これ公平感が少ないとですね、着地できなくて魂が浮遊したままでなっちゃうんで、はい、ここをなんとかしてよと、うん、成仏させてよ。もう一丁スーパーパナマ文書出ないのちゃんちゃんでありました。はい、ちょっと穏やかな怒りでございました。ということで、月刊北芝ありがとうございました。